最短ルート。ルート南関四角の最短ルートはアガルート。はい、皆さんこんにちは、えー。今日はですね、これから出願書類研究計画書の書き方講座のですね、講座内容を説明します。えー、皆さんはですね、出願書類研究計画書に関してですね、えー、何か書き方がわからないだとか。 書くネタに困っているだとかっていう方たくさんいらっしゃるかと思うんですねそういった方々にですねどういった形で研究計画書を書くのがこう有効なのか。 という書き方ですね。の基本を説明した講座になっております。と同時にですね上がルートの合格者のですね。合格の実例ですね。どんな内容で出願して合格したのかっていう合格者の実例もですねこの講座でたくさん紹介しますので、皆さんがですね。研究計画書とか出願書類作成する際にですね。役立つような講座となっていると思います。ということで。では具体的に説明していきます。 出願書類研究計画書の書き方講座ですね全3回の構成になっていますこれ全3回の構成ですね1回目が研究計画書だとか志望理由書の書き方のポイントです2回目がそのポイントを理解した上で大学院別の研究計画書とか志望理由書の書き方のポイントですね大学院別ですだから青学はこんな感じ 筑波はこんな感じ早稲田はこんな感じっていう形で大学院別に説明すると同時にですね大学院別に合格者の実例を紹介していきますあのテキストに合格者の実例多数掲載されていますのでそれを紹介していきます。そ最後にですね3つ目が研究の方法論ですねどんな形で研究を進めていくのかという研究の方法論に関して説明します。では具体的に説明していきますが1回目のですね 研究計画書志望理由書の書き方のポイントということに関しましてはですねまず大学院いろんな大学院があるじゃないですか大山学院の MBA 筑波大学の MBA、えー、一橋大学の MBA とかっていう形でいろんな大学院がですね MBA を開催しているんですが大学院によってですね出願書類のタイプが違うんですよ志望理由書を重視している出願書類と研究計画書を重視している あの大学院がありますこの例えば志望理由書重視型っていうのは青山学院の MBA であったり研究計画書重視型っていうのは筑波大学の MBA であったりとかっていう大学院によって志望理由書重視なのか研究計画書重視なのかっていうのが違ってきます。このですね 出願書類のタイプですね。この大学院はこういうたい死亡粒子を重視ですよ。この大学院は研究計画書、重視型ですよ。っていう形で大学院の出願書類のタイプをですね。説明します。最初にそしてそれを踏まえて、じゃあ自分の志望校はどういうタイプなのかっていうのをわかご理解いただけましたらですね。次に。 死亡理由書だとか研究計画書を作成するときの自己分析ですね自己分析って自分の強みだとか弱みだとかどういう形でが強みになっているのかっていうのはその分析する考え方ですねそれを紹介していこうと思いますこのフレームワーク私が考えたものでしてすごく評判がいいのでこれを紹介しますでこれを使って皆さんはあのどんな形で あの書くのかっていうかあの出願書類を書くにあたっての自己分析ですねのをしっかり行っていただくとそしてそれに基づいて研究計画書とか志望流書を書いたならばですね研究テーマっていうのを決めなければいけないんですけどその研究テーマとあじゃあ研究このこういった研究テーマだったらどんな研究のアプローチ方法なのか。 アプローチ方法には量的アプローチと質的アプローチがありますけれどもじゃあ自分の研究テーマだったらどっちのアプローチ法なのかっていう研究テーマの決定とアプローチ法の選択の仕方について説明します。 そして最後がですね「新規性のある研究テーマを設定する方法」ということでやっぱり研究テーマっていうのは大学院の教授が読んで「あこのテーマ面白いな」っていうふうに思う研究テーマを設定した方が合格しやすいんですね。要するに「新規性がある」とか「独自性がある」とか「創造的である」っていうようなテーマですね。じゃあそういうテーマを設定するにはどうしたらいいのかっていう方法をえ私なりに考えたものがありますんでそれを紹介します。 そして第2回目は大学院別にポイントを話して合格者の実例を紹介しますよということですけどもじゃあ実際どこの大学の実例がこのテキストに収録されていてここあの動画で説明しているのかというと一覧表を作りました。 えー、これ2枚にわたってますんでここに掲載している大学院の、あのー、合格者の実例を掲載していますよと青山学院の MBA のデイタイムコースイブニングコース両方収録しています。関学の MBA 九州大学の MBA 京都大学の経営管理大学 MBA 慶應義塾大学の MBA でこちら MBA とエグゼクティブ MBA ですね EMBA 両方収録しています。 神戸大学の MBA、中央大学の MBA、筑波大学はですね、国際経営プロフェッショナル専攻、英語で実施されているプログラムですね、の、えー、合格者の実例と、経営学学位プログラムですね、これ、アカデミックな研究を結構追求する大学院ですけれども、こちらもあの合格者の実例を掲載しています。と次は東京都立大学の MBA ですね。次の スライドに行きまして名古屋商科大学の MBA も収録しています一橋大学の MBA に関しては金融戦略財務経営財務プログラムですね夜間の MBA を収録しています。そして,そしてあの金融ではなくて普通の MBA 経営管理プログラム夜間の方ですねこちらの合格者の実例も収録していまして。 えー、一橋に関してはですね経営分析プログラム全日制ですねの MBA もありますがそちらも収録しています。で次が法政大学の、えー、大学院 MBA2 つあるんですけどもまずイノベーションマネジメント研究科の合格者の実例を収録しています。そして法政大学の大学院2つ目経営学研究科という方もある。 大学院もあるんですけれどもこちらも収録しています次は明治の MBA 次は横浜国立大学の MBA で立教大学の MBA これはビジネスデザイン研究科の方ですね そして立命館大学の MBA 最後が早稲田大学の MBA で早稲田大学に関しましては全日制の方全日制グローバルですねで夜間は夜間所総合夜間所プロフェッショナル両方収録しています。という形でここで紹介した大学院の合格者の実例はこれ掲載しておりますのでこの実例集としてもですねあの市販している書籍だとかにはないこう幅の広い大学院そして あの幅の広さと数の多さということで、市販されている本にはないボリュームになっていますので、この実例集としても参考になるかなと思います。そして3回目がですね。研究の方法論です。研究の方法論っていうのはですね。特にあの出願書類のタイプ別タイプで説明して、この研究計画書重視型っていう。 に出願する方例えば筑波大学だとか東京都立大学だとかですねそういった研究計画書重視型の MBA に出願する場合に非常に重要になりますんでそれを説明していましてまずは研究とはなどういう目的で実施するのかなぜ研究を行うのかですね特に MBA っていうとケースディスカッションだとかっていうのが一般的だって思われている方が多くてですね ケースをやるのが一般ディスカッションで進めるのが一般的であって研究なんか何のためにやるのって思われる方が多いんですよ日本のでは。だから国内 MBA では何で研究が行われているのかという研究の目的を話しますそして次に研究の方法論ですね研究の方法論としてはですね 仮説構築型の研究と仮説検証型の代表的なアプローチは機能的アプローチもしくはもしくはというか別の言い方をすると質的アプローチですね。機能的アプローチと質的アプローチはほぼ同じです。完全にイコールではないんですけどほぼ同じだと思ってください。 そしてこの機能的アプローチ質的アプローチの実際の方法論としてグラウンデッドセオリーア,アプローチですねと、えー、ロバート・インっていう人が考えましたケース・スタディ・メソッドという、えー、研究の仕方方法論をお話しますで。次が仮説検証型の研究ですねは演劇的アプローチ 量的アプローチこれも完全に演疫的アプローチと量的アプローチが完全にイコールではないんですけどもほぼイコールだということですね。でこの演疫的アプローチ量的アプローチを使った研究の方法。 手法としましては統計解析が一般的ですので統計解析の基礎ですね多変量解析の基本的なお話をしますこれによって研究方法論を理解していいただくという形ですねこの1回目がほぼ概要的な説明で2回目が実例を用いた説明そして3回目は研究の方法論ということでこの3回を通してですね MBA 受験の研究計画書だとか出願書類ですねに必要なこうインプット的な知識をちゃんと理解していただいてこれをもとに皆さんは書き始めていただくということになりますそしてですねこれ書き始めていただいてこの3つの講義を聞いた上で書き始めていただいて書いていただいたら完成したものはあとはオンラインで無制限に 1>, あの1人1研究家1校につき無制限で添削は行いますので例えば早稲田の夜間集 え経営管理研究科の夜間所総合を志望しているという場合は夜間所総合の研究計画書課題エッセイって言ってますね早稲田ではねそれを無制限にオンラインで添削しますねオンラインで提出していただいてえ私の方で添削してオンラインで戻す形です郵送とか一切使わずにですねすべてオンラインで完結しますので非常に便利な添削の仕組みになっていますそれも無制限に行いますんでそれからですね てあの添削課題を提出していただいた初回に関してはですね、えー、個別にフィーードバックをズムで行いますこれも初回に関しては、えー、とこういった点がまずいんじゃないかだとかあとはこういった方向でやっ、あのー、研究計画書書いたらいいんではないかということで初回はそういったフィードバックを もらうことによって自分の方向性の修正だとか自分の、えー、書いている方向が正しいのかという確認になりますので初回だけフィードバックを行いますそのフィードバックはズームで行いますので1対1で講師とでその後は、えー、とネット上の添削のやり取りになります出していただいて赤ペン入れて返していくような形ですねそれを繰り返して無制限に完成するまでやっていくという形になっています という形でですね出願書類だとか研究計画書死亡理由書に関してはですね非常にこう 知識のインプットから非常にこう何て言うのかなサポート体制ががっちり整った講座になっておりますのでえ皆さんがですね出願書類だとか研究計画書作成する時に強力なこう何て言うのかサポート役というかえと支援をできるような講座になっていますのでこの動画をご覧いただきましてですねあこれはいいなと。 思われた方は受講していただければと思いますえ以上となりますお聞きいただきありがとうございました